結構大きな大剣サイズがよく釣れたということで、皆さんこう漁師の方々もねたくさん出られましたけど、どうも潮の具合がね、よく釣れた時は潮早かったそうなんですけど、最近なんかまた潮が止まったりしてですね、イカの隙もどうもいまいちついてないっていう今情報が入ってるんですよね。それで私も今日はね心配なんですけど、とりあえず、自分のホームグラウンドですね向かってみたいと思います。よろしくお願いいたします。それではタックの紹介をします。ロッドは漢字の福読み70を使用します。リールはツインパワーの 4000PG です。なぜ 4000PG かというと、この間に潮が、海域が潮が速いのと、タイが敵対するので、とにかくもう早く負けるように、で長時間の釣りを楽にできるように 4000PG を使用しています。ラインはエクスブレードのスーパージグマの 0.85 を使用しています。水深がこの海域30メートルとか40メートルより浅い海域です、水深ですることが多いので、特に 0.65 とかそういう細いラインでやるよりは耐久性を求めてやってます、強度とか、はい。重り具の仕掛けはこういう感じの仕掛けで、クロロの、4号だいたい20センチから30センチぐらい取ってます。そこに弊社ヴァンガードのこちらのベアリング付きの水ベルを使用しています。重りはヴァンガード製の20号の重りを今回セットしています。水深に合わせて30号とかどんどん上げていったり、潮がいってなかったりとかしたら15にしたりもします。その後にエステルラインを4号もしくは5号大きめを、なぜかというとキャストした時に絡まりにくいんですね、針があるので、それをだいたい80センチから1メーター使用しています。でエギレスが、出雲レスフォールの、最初は、赤テープのレッドヘッドのグリーンを使用しています。状況に合わせてどんどんローテーションしていって、当たるエギを見つける釣りなので、これからスタートしたいと思います。結果が来ましたよ、皆さん。はい、いつもデスト。出たそこ。でかい。よいしょ。よいしょ。ブルー透明。UV。たらしはこれぐらい取っていただいて。でもアンダーで基本投げます。あとはタミングしながらそこまで落とします。ちょっと巻いてもらって。塩になりましてから3から5回ぐらいかで、このステイしている時に当たりが出るような形です。で基本そこの方をずっと這わしてくるような形で、引き込む当たりとか、竿にちょっとモゾモゾ感があるという当たり、たまにはこう浮き上がって持ち上げとるような形で当たりが出る、基本引き込むような当たりが多いですね。待ち時間もこのステイの時間も、早い時だったら5秒から10秒、長い時だともう30秒以上待って当たりが出る時もあります。基本引き込まれた時にもあんまりギュッと一気に行くと見切れしたりとかしますんで、例えば今来たとすると、基本こんなような感じで手前にもう戻ってきた状態だったらもう一回回収していただいてまた投げを直す。
オモリングは基本こういった感じで、基本動作としたら。来ました。来ました。ラトルアリのエリに来ました。明るい時間帯は私結構比較的暗め、まあ全般そういうわけではないんですけど、比較的暗め選んで、それでちょっと反応を見たりとか、でも自分が得意な演技とかもあるじゃないですか。そういうのもやっぱり自分の中で第1軍第2軍って分けてて、ひとまずそれを自分のパターンの中で組み上げて使っていくパターン多いです、はい、まだまだこれからですよ。ゲストのイエロー夜行です。イエローのスケのやつ、ラトリーニのやつですね。あれ良かったです。